こんにちは、モフトラです。突然ですが、レジー 3D プリンタってうるさくないですか？いや、まあ絶対的な音量は大したことないです。プリントベッド上でさせるモーターと冷却ファンの音ぐらいなので。ですが、1回のプリントで平気で40時間とかかかるので、ずっと音がするのが問題。今作成中のフィギュアなんて5回のプリントに分かれたので約200時間なりっぱなし。寝ても覚めても鳴ってる。ちょっとイラッとする。もう一つの問題がレジンの匂い。よろしくない化学臭がします。印刷中は UV ライトによってレジンが温まるので、特にひどい。私のプリンタには脱臭フィルタがついてますが、こいつ効いてるのか。こいつもファン入ってるのでうるさいし、ないよりはマシなんでしょう。フィルタも交換してませんし、このプリンタが悪いと言いたいわけでは全くないです。レジンってそういうものなんです。ずっとこの蓋付きになって湧いたのですが、今回本気で対策に動いた理由が咳です。200時間印刷フル稼働させていた頃、なんかやたら咳が出るなと。最初は風邪かなと思ったが、熱とかはない。乾燥も別にしてない。そして出社している時は咳治って、家にいる時だけひどいことに気づく。やばい、レジンで健康被害が出ているかもしれない。これはまずいと思って急いで考えた対策がこちら、プリンターエンクロージャー。まあかっこよく言いましたが、ただの箱です。要するにプリンターを囲って音も匂いも閉じ込める作戦。市販のエンクロージャーを見てみると、基本布、フィラメント 3D プリンタ向けの防塵・保温を目的にしたものが多いようで、あまり密閉されているとは言えない。そして専用品なので高い。ってことで汎用品で探したらちょうどいいものありました。庭とかに置いて灯油ポリタンクを入れたりするボックス、コンテナとかホームボックスとか屋外ストッカーとかいうみたい。ポイントは大型、蓋が大きい、プラスチック、安いということ。サイズは絶対条件です。プリンタが入るのはもちろんですが、プリンタの蓋が外せるか、作業できるスペースがあるかを考えると、かなり大きいものが必要。私が購入したものは101リッターでこのようなサイズです。作業性において蓋も重要です。完全に取り外すものだとアクセスしやすいですが、蓋の置き場に困るかも。近似式のものなら開ければくっついててくれますが、それが邪魔になるかも。この点は設置場所や好みによりますね。少なくともガバッと前面が開くタイプの箱でないと作業しづらいです。プラスチック製であるというのは密閉度の観点で重要だと思ってます。布ではそもそも匂いをブロックできるのか心配。使ったことはないので分かりませんが、プラスチックでも蓋のところでどうしても隙間ができるので完璧ではないですが、どっちかといえばいいでしょう。こちらのホームボックス、雪国では割と見かける汎用製品。売ってる数が多いので、この大型でしっかりした作りでも安い。私はタイミング良かったのか、なんと1800円で買いました。専用品ではないので、届いたものを少し加工してあげる必要があります。まずプリンタの電源を差し込むための穴を開けます。ドリルで穴開けてニッパーで広げれば簡単に開きます。あとは蓋のところの隙間を少しでも埋めるためにスポンジテープを縁に貼り付け、ボックスの構造的にあまり意味なさそうですが、余ってるものあったので一応ね。どうせジョブ投入や完了時には蓋全開にして作業するので、ある程度妥協です。加工完了、簡単。そしたら設置するとこんな感じ。ボックスの横面が下に来るように設置しているので邪魔な部分があり、多少工夫が必要です。私は下にクッションシート挟んでフラットな部分が設置するようにしてます。これで蓋の開閉も問題なし。プリンタの蓋もちゃんと開けられる余裕があります。肝心の音はどうでしょう。ボックスない状態がこのぐらい、閉じるとこのぐらい。
まだモーントまではいきませんが、感覚的には結構効果あり。匂いは伝えづらいですが、蓋開けると臭いので、結構効果を感じています。咳も無事解消しました。あくまで印刷中の匂いを閉じ込めるだけなので、作業するときに開ければ当然出てきます。よく換気して作業するようにしましょう。プリンタの音、匂いでお悩みでしたら、ぜひ試してみてください。レジン危険なものなので、気をつけて扱いましょう。もしよろしければ、いいね、チャンネル登録、お願いします。では、またね。